さあ続いては地元トレのコーナーです。地元を知り尽くした地元が地元ならではのトレンド、略して地元トレをご紹介するコーナーです、はい。さて、まあ、9月に入りまして、秋の気配もね感じる頃々なんですけれども、涼しくなってくると、はい、秋になると不思議と毎年何か習い事始めたいなという気持ちになるんですけど、いかがですか？しかもね、私の子供も少し大きくなってきたので、ちょうどいい習い事させようと思っていろいろ調べてるんですよ今。ちょうどね、ちょうどというと思いまして、ってことで今日はですね、お子さんにぴったりな習い事をご紹介します。もちろん大人も必見です。ご覧ください。相鉄線希望が丘駅から徒歩1分、このビルの2階に7月にオープンしたばかり WK ダンスご紹介しましょう。駅近でいいですね。さらに広い、わー、しかも新しいどんなレッスンが行われるのか一緒に見ていきましょう、うんうん、しっかり準備運動してからレッスンスタートです。WK ダンスはもともと二俣川でスタジオを借りて教室を開いていたんですけれども、はい、その建物が老朽化しました。一時は閉校も考えたそうなんですけれども、すでにいた生徒さんたちの先生とダンスを続けたいという思いを受けて、希望が丘にジャズやヒップホップ、アクロバットなどさまざまなダンスが学べる本格スタジオをオープンさせました。じゃあもう生徒さんたちの熱い思いに応えたってことなんですね。よかったですよ。その思いに応えた熱い人物こそ WK ダンスの代表、前田織奈さんです。こちらの方、オリナ先生、子役時代は、あの人気ミュージカルアニーで主演のアニーに大抜擢。すごい方。某人気子供向け番組にも出演、大人になってダンサーに転向すると超大物歌手の舞台などへの出演などなど、とにかく経歴がすごい方なので、詳しくはホームページをご覧いただきたいと思います。ぜひチェックします、子供たちから憧れの眼差しを受けるオリナ先生にお話を伺いました。小さなお子さんもいらっしゃるので、まあ、子どもたちがまず楽しめること、そしてあとは子どもたちのできたっていう気持ちを特に大切にするようにしていて、あともうちょっとレベルが上になってきたら特になんですけど、まあ、大切な時間とお金を使ってきていただくので、一つ一つがこう無駄にならないような取り組みを一応行っています。ここに通わせたからよかったみたいな風に思っていただけるようなスクールとしていられるように、芸術の発信点になるような形のスクールを作ることを心がけています。希望が丘という土地にできてはいるんですけど、都内のすごい活躍している先生たちにたくさん来ていただいていることが特に特徴かなと思います。それでは織奈先生のお話にもあった講師陣をご紹介しましょう。国内2大テーマパークで活躍、アイドルカバーダンスの講師マーサ先生、ローラースケートダンスのクラスもありますよ。かっこいいですね。都内有名ダンススクールの講師が神奈川初進出、ジャズファンクの講師ヤヨ先生。決まりました。小柄な体から魅力あふれるダンスを放出、読売ランド現役ダンサー、ジャズのサキ先生。素敵すぎる。代表前田織奈の右腕、明るさとパワフルさを兼ね備えたヒップホップのモガチョ先生。元阪神タイガースオフィシャルダンサー、関西出身、シアダンスのさやか先生。ジャグリングとアクロバットパフォーマーとして活躍、子育て世代なら必ず見たことのあるスペシャルコンサートにも多数出演、アクロバット担当、松岡正康先生。織奈先生に中学生の時からダンスを習っていた生粋の WK ダンス校、りっちゃん先生。そして初級編のダンスの入り口とヒップホップを担当するのが織奈先生です。
そうそうたるメンバー講師陣でいらっしゃるんですね。豪華なんです。そしてダブル系ダンスの特徴、入会すればどのクラスでも自由に選んでレッスンを受けることができます。そうなんですか。ってことは入会してからアクロバットもやってみたいなんてことができるってことでしょ。そう、もう可能性広がりますね。無限大です。さらに今の状況を踏まえて希望者にはオンラインレッスンも対応してくれます、画面越しで教えてくださる、いろんなニーズに対応してくれています。生徒の皆さんと保護者の方たちにお話を伺ってみました。どれだけ楽しみながら取り組んでいるんでしょう。時間の使い方のメリハリがついたことと、あとこういったお稽古事を通して人の話をよく聞くようになったりだとか、礼儀などを学ばせていただいております。ダンス通うようになってからは、先生に褒められる機会も増えて、これだけは負けたくないなっていうのが多分ダンスになったと思うんですね。でそこからはすごい自信がつくものができたっていうのはすごいいいなと思いました。ダンスも楽しく踊れるし、曲もかっこいい曲とかあるからそこがいいと思います。いろんな先生のレッスンを受けるところです。特に気に入っているレッスンはありますか。はい、ウィーナー先生ダンスです。最初は全然うまくいかなかったけど、ちょっとずつうまくなっていって嬉しかったです。アクロバットとか運動とかもたくさんできるのですごく楽しいです。敬語を使うようになった。いい効果がいっぱいあるみたいですね。ダンスを楽しむだけではなくて、礼儀、マナー、そして自信を持つきっかけにもなっている。これは親御さんからしたらかなり嬉しいじゃないでしょうか。高いですね。子どもたちキレッキレのダンス決まっています。かっこいい。何でもできるみたいな感じのことを目指してやっております。なので、怖がらずにすごく明るくフランクなスクールですので、ぜひ足を運んでいただけたらありがたいです。よろしくお願いします。みんな一緒に習わせたい。すごい、かっこいい。もうキレもすごいし、あとやっぱり礼儀がしっかりしているので、受け答えも大人並みですね。ダンスって私は一人でやるものかなと思っていたんですけれども、みんなで踊ることで、それぞれが、自分で頑張るわけですけれども、連帯感とかチームワークとかいろんなものが同時に学べるんですね。しかも講師陣のあの豪華さびっくりでした。びっくりしました。平時であれば30人ほどがレッスン可能な場所を広々として、あるんですけれども、対策として今は上限を20人にしているということなんです。そして未就学児以外はレッスンの際もマスクを着用しています。レッスン中もご覧になった通り、死後はみんな慎んで黙々とダンスに取り組んでいました。月4回、6回、8回フリーと、それぞれのニーズに合わせた、希望に合わせたコースがありますよ。お、いいですね。ちなみに、私たち大人もできたりするんですか。あるんです。お子さんだけではなくて、大人も挑戦することができるコースもありますので、詳しくはホームページをご覧いただければと思います。地元の YouTube 登録、地元での YouTube 登録もお願いいたします。地元でした、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。